伊て宗ねは、道のく国仙台藩十四代藩主。藩主としては、最後となる。伊て氏三十代当主。仙台藩知事。かは、ジュニー。白尺。十三代藩主、伊て義国の四男。母は、仙台藩主、松岡聖吉知事郎の娘、おかちの方。性質は、松浦仙の娘。慶応四年、父、義国が、 大売れっ藩同盟の名手になったために罰された。後家督を譲られて藩主についたものの、父の代に62万国の所領を幕府により、表高は28万国に減報される。実高は、もっと低く10万国程度であったために白尺。明治2年の藩籍奉還後、仙台藩知事となり、北海道社な支配も命ぜられた。彼には、正四位。 しかし、幼少であり、本来なら、吉国の後を継ぐのは、養子、宗厚子であったため、明治3年に近親を解かれた宗厚子に、藩知事を譲った。廃藩置県後、明治17年に白尺となる。1901年、明治天皇の仙台巡行の際、伊達家に伝わる鶴丸を献上。明治44年には肖像くらい。大正6年には、ジュニー。同年、 52歳で死去する。伊達白爵家は弟の国衆が継いだ。ありがとうございます。